今日はついにカイトがアレになったって喜んでましたよ。あれおいおいなんだよ、この年の瀬に。ぬぬ、ね、未だにまえたうどんかそばか決めれてないのだが。じゃーん、みんな、俺もついにみんなと一緒のラバーチャームになったようお今年はお父ちゃんも取り返したし、カイトもラバーチャームになってよかったです ああ、そうだな。じゃあ、年越し、そばうどんだからまだどっちか決まってないっすそば vs うどんの結末動画は収録中。勝ったな、リッキー。俺たちもラバーチャームになったぜ。どうだ似合うかおお兄貴兄貴あ、兄貴、一つ困ったことが。んなんだ 今までの姉貴のイラスト、まあまあ背が高かったから、こうやって置けば俺たちを抱っこしているように見えたんだけど、今のだとこんな感じになっちゃうぜ。ああ、これじゃ私何かに閉じ込められてるみたいじゃん。よほほい痛快に、両面テープだどうだおお兄貴ナイスアイデア結構離れない。いけるよ ラバーチャームワールドの力で全員をラバーチャームにしてやった。しかし、なぜかみんな喜んでいる。この作戦は失敗かだ、だが僕もラバーチャームになって嬉しい。お疲れ様です。前田です。はい、今日はですね、昨日まとめて届きました、これらのうちのですね、こちらをご紹介いたします。機械戦隊全ャーラバーチャーム五色田海と ゾックスゴールド追加フプリントゴールド追加に、ステイシーです。いつもですね、再現に登場してくれてる、あの、機械ノイドの皆さんですね。この子たちもラバーチャームで、今回ご紹介するのも同じ種類のアイテムですね。それとですね、プレ版で頼むときにですね、僕まとめて発送をいつもお願いしてるので、あのー、 同じ月にですね、発売、発送されるものはまとまってくるようになってまして、で、どれが最後の発売日かわかんないんですけど、あの、これらと。はい。ということでまとめてきまして、で、ミニプラですね。こちら、まあ、待ちに待ってましたよね。前回合体シリーズ、PB プレミアムバンダイ、バトルシーザーローブですね。こちら、組み立てていきたいんですけど、あとそしてこちらですね。これは、 はい、45周年のロゴが見えますね。これもですね、前に動画であの、お話ししてましたアイテムの一ので、これも別の動画で撮りたいと思います。今回は、このラバーチャームのご紹介です。 はい。まずはですね、五色田カイトのラバーチャームでございます。これ非常に似てますよね。あの、ギータくんでした。小間稲ギータくんでしたっけやられてる方。今まではこれ娘が描いてくれたイラストですね。このカイトくんで、えー、40話までこれで作りましたね。で、今回の41話目はこちらを使ってですね、入れ替えたいと思ってるんですけど、うん、こうやって見ると、なかなか娘の絵も、 似てますよね。どうかな <laughs> ということでですね。はい、五色高いとト、ゼンカイザーですねえ。何やら次の戦隊にもですね、レジェンドとして登場しそうな話がいっぱい出てますよね。 次の戦隊の話全然僕動画出してないですけど、まあ、来年1月1日の発売日カレンダーに合わせて、えー、次の戦隊ですね。アバタロー戦隊、ドンブラザーズのおもちゃの話もしたいなとは思ってますね。で、えー、いつも通りこれはですね、あの、ラバーチャームということで、このようにチェーンがついてて、えキーホルダーになってます。そして裏は真っ黒の、このデザインですね。まあ、ジュランたちと同様ですねで。ジュランは今ちょうど横にありますけど、 はい。サイズはこんな感じでございます。後で全部並べますけどね。まあ、ほぼ一緒ですね。高さはほぼ一緒ですね。ただ横幅がちょっとカイトの方がでかいような、あ、耳が大きいのかな特徴を捉えてると思うんですけどね。はい。ということでカイトはこんな感じで、はい。カイトをドアップで見ると、こんな感じでございます。あの、耳が特徴的に描かれてるのかな こんな耳、服耳というか大きかったでしたっけあとはピアスと、この特徴的な服と靴ですよね。あの、第1回目から非常に目立っておりましたが、戦隊のリーダーとしてはいい感じのユニフォームでしたよね。僕なんかの動画で喋ったと思うんですけど、戦隊って昔僕が見てた平成初期ぐらいの戦隊って、あのー、あまあ今もそうなのかな夏と冬で、あの、服装変わるんですよ。で、登場したばっかりの、 え、一話目、二話目、三話目あたりは、あの、冬に撮影してるのかななので、え、一番最初の格好なんですけど、途中から夏服に変わるんですよね。僕、あれがあんまり好きじゃなくて、あの、二つ目の私服ってもう全然、例えばレッドが、なんか水色の服着てるとか、ま、そんなん全然あったんですよ、昔。あれがちょっとあんまり好きじゃなかったので、一年間この格好だと、 ま、やっぱ撮影される方もね、寒い暑いってあるでしょうから、大変なんでしょうけど。前の作品のキラメージャーなんかは、え、1年間同じ格好でしたよね。あ、違った記憶が曖昧ですけど。確かそうだった気がするので。で、今年はですね、カイトは、このインナーの色が変わったりとか、結構服装違ったんですけど、あのー、基本的にはこういうアイテムを身につけてた気がするので、そんなに気にならなかったですね。 はい、お次はですね、ゾックスとフリントですね、ゴールド追加一家でございます。ついにこのカッターリッキーとともにですね、えー、並べるとですね、いい感じになりますね。今まではですね、今ご覧いただいてる、はい、カイトと同様ですね、娘が描いてくれた絵でですね、やってきましたが、はい、今回からバトンタッチでございます。残り10話ぐらい。10話もないのか今41話目やりましたもんね。あと、8週間ぐらいですか 最終回49話か50話ぐらいだったら、あとやっぱ9話ぐらいしかないのかな。はい。ということで、え、これらもですね、同様にチェーンがついてて、裏は真っ黒ですね。ゾックスは、はい、こんな感じ。近くで見ると、うん。すごい、なんか似てないように見えて似てるんですよね。非常に特徴を捉えた、この眉毛とか目のこの太い表現の仕方が、 すごい。そう美術になので僕、あのー、美術的なコメントが全然できませんけども、はい。とにかく上手、似てますよね。で、え、フリントちゃん。はい。これもめっちゃ似てますね。なんだろう。 今年はですね、マジーヌが変身前も、まあ、機械ノイズということで、あの素顔の戦士ではなかったので、唯一の女性の戦う戦士というか、まあ、戦ううん、サポートするメンバーとして、フリントちゃん大活躍でしたけども、来年のドンブラザーズのあの、シスターちゃんは、あれは、変身前は人間なんですかね、鬼っていう話らしいので、うん、また CG とか着ぐるみになるのかなぁ。 ま、できればですね、赤、青、黄色あたりは人間であってほしいんですけど、どうなんでしょうかねもう撮影されてると思いますけど、はい、ゴールド追加一家のお二人はこんな感じ。そして最後はステイシーでございます。はい、閉じてんどに歯向かったということでですね、ま、いじるでが自分の えー、ミスをですね、ステイシーに押し付ける形で、41話の最後にですね、そういう話になってましたよね。で、ボッコハアウス様にですね、わしに逆らうとはどういうことか分かっておるのだろうなっていう感じで、こう、電撃みたいなのを受けて、最後終わってましたので、えー、ステイシーくんこの後、どうなっちゃうのか非常に気になるところではありますね。結局、ステイシーザーは、あのー、全開ジャー側になるっていう話はなさそうですね、ここまで来ると。で、これ、 はい、娘が描いたステイシーの似顔絵でございますが、あの、多分最後に描いてくれたのがこれなのかなあの、一番新しいのがこれなんですよ。で、この間、28日にですね、娘も、えー、10歳になりましてですね、来年の、えー、アバタロー戦隊、ドンブラザーズのイラストも描いてもらおうかと思いますけどね、まあどういう人たちが登場するかによりますけど、はい、ということで、ステイシーの、はい、 見た目はこんな感じですね。うん。これもやっぱり似てますね。特徴を捉えてますね。で、今回のやつを出してみますと、はい、レギュラー4人が、えー、勢ろいでございますね。 いや、フリントとステイシーもですね、全カイジャーとして変身して立ち並んで欲しかったですね。僕、前回、数回と来たら、今度、総会来るかなと思って、総会ジャー。総会ジャーがフリントなのか、もしくは、えジ閉じてんから、はい、あのー、改進してですね、機械戦隊側に加わった、ステイシーザーが、えー、総会ジャーになる。 って思ってたんですけどね。まあ、やっぱり、そんな単純ではなかったですね。前回、通回、爽快、見たかったなぁ。チェンジ正ということで、5人揃ったちゅん。チェンジ通回。いけーゴールド追加一課も勢揃い暗黒チェンジステイシーは仲間にならないちゅ はい。ということでですね、機械戦隊全開ゃラバーチャームシリーズの五色田海とゾックス、フリント、えー、ステイシーのご紹介でございましたが、いかがだったでしょうかガオンがそこのシリーズはですね、再現を取るとき僕いつも後ろに、この100均で買ってきたですね、これコーラスとあの、何回でも使える無限氷みたいなやつなんですけど、あの、本来の使い方とは違う使い方をしてるんですけど、それに両面テープをつけてですね、 ラバーチャームにつけることで、このように自立させているので、撮影の都合上こういうのが後ろについてることがあるんですけど、やっぱこれ後ろが真っ黒の、えー、ちょっとアイテムなので、後ろ向いてると誰かわからないっていうのが、えー、ちょっとだけ、えー、僕としては残念かなということですね。再現とってるとどうしてもあの、後ろこういうシーンよくあるじゃないですか、こういうの。 ここ誰みたいな。で、次のシーンでこうなったりとか、するので、まあまあ、あの、流れで見てくださっている方はですね、誰が喋ってるかわかると思うので、まあそんな気にならないかもしれないんですけど、撮影してるとどうもですね、こう背中が真っ暗なので、どうしてもですね、えー、これなしにして、もうこういうふうにしちゃったりっていう時も結構あるんですよね。まあまあ、その辺は、まあ僕の都合で置いときまして、 で、まあ、やっぱりこういうアイテムですね。もう終盤なんですけど、ようやく揃いましたよね。いや、やっぱりこれ、カイトあとこの子たちはですね、第1話目から会って欲しかったなぁと思うところではありますね。やっぱり、うーん、こういうアイテムって、商品化するタイミングが、まあ、中盤から終盤にどうしてもなっちゃうんですよね。毎年なんですけど、去年のキラメージャーの、え、こういったアイテムも、そうだったと思うんですけど、 いや、これ最初からあるとですね、再現にいいなってなるんですけどね。そう、最初ステイシーもフリントもですね、えっ、ー、と、イラストじゃなくて、あの、秋バレットでしたし、フリント最初何でやってましたっけねいや、ちょっと記憶にないな。フリントの一番最初の代役は誰だったのかなああで、今ちょっとおもちゃを見て <laughs> 思いましたけど、はい。せっちゃん。あ、せっちゃんじゃない。やっちゃん。やっちゃんの代役ですね。今、 あの、ライブマンめぐみさんにずっとですね、やっちゃんの役をやっていただいておりますが、やっちゃんのアイテムは何も出なかったですね、結局。やっちゃんもこのシリーズ出して良かったんじゃないかなと思うんですけど、はい。ということでですね、えー、とりあえずですね、カイと はじめですね、ゾックスフリント、そしてステイシーがですね、ラバーチャームで出てくれましたので、これから再現もですね、41話撮るんですけど、この子たち使ってやっていきたいと思います。最終回まで全力全開ということで今日はおしまいです。お疲れ様でした。前田でした。再現戦隊マサトシ前田の活動はご覧のメンバーシップ加入の方々とチャンネル登録してくださっている方々、 いつも動画を見てくださる多くの皆様の応援によって支えられています。ありがとうよろしくお願いします。前田でした。